このように日本じゃ一言で赤と言ってもいろんな名前の色があります。そんなとこは細かいのに、なんで日本人緑と青の違いわかんないの？は？だって緑色の信号のことを青信号っていう。そう、野菜も緑色なのに青菜っていう。変だよ。中国だって緑色なのに青っていうことあるでしょ？ないよ。だって信玄祭ってこう書くでしょ？緑色なのに。そっか。でもなんで緑なのに青？ややこしいよ。そういう質問があろうかと思って、じゃーん、これを見て。群青色、青磁色、青口葉、青竹色、青帯、これ全部昔は青って言ったのよ。どう見ても真ん中のはグリーンじゃねえかよ。端のは黒にしか見えません。そう、つまりもともと青っていうのはこういう色全体を指す言葉だったのよ。だったら緑って言葉は何だったの？実は緑っていうのはそもそも色の名前じゃありませんでした。色じゃなかったら何？本来緑っていうのは植物の新芽や若々しいっていう意味を表す言葉だったの。だからほら、例えば艶やかな髪を緑の黒髪って言ったり、生まれたての赤ちゃんのことを緑子って言ったりするのよ。なるほど。